おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日のテーマはこちら、ヤブ医者の語源。ヤブ医者という言葉の語源にはいくつかの異なる説があります。一つの主要な説は、江戸時代に田島国ヤブ、現在の兵庫県ヤブ市に実在した名医に由来するというものです。この地域からは複数の名医が輩出し、将軍家の主治医を務めたこともありました。しかしその名声を悪用する者が現れ、ヤブの医者の弟子と偽る腕の悪い医師が増え、この肩書きが次第に別称となってしまったとされています。別の説では、ヤブ医者という言葉はヤブという単語から派生したとされています。ヤブとは田舎で呪術や占いを行う霊能力者のことを指し、これが転じて下手な医師を意味するようになったという説です。またヤブをつついて蛇を出すということわざから来ているという説もあります。これは余計なことをして状況を悪化させることを意味し、無駄な治療を施す腕の悪い医師を指すようになったとされています。さらに野暮な医者がなまってヤブ医者になったとする説や、薬を仕入れることができない医師がヤブの中の根や葉を使っていたことから来ているという説もあります。これらの説はそれぞれ異なる時代や文化的背景を反映しており、ヤブ医者という言葉がいかに多様な解釈を持つかを示しています。これが落語になりますと、こんな風に枕で使われます。一昔前、ことに江戸時代などはいい加減な先生がたくさんおられたそうです。第一、お医者さんになるのに国家試験があるわけやなし、大学の医学部出るわけやなし、誰でもやりたいという気持ちさえあればやれたんやそうです。やります、言うて看板出せばいいんです。ただ患者が来るかどうかは別の問題ですけど、だからいい加減なお医者さんあったそうですよ。ヤブ医者っちゅうんですけどね。なぜヤブ医者かというと、風邪で動くからヤブ医者だという説が一番大きな説やそうですね。ヤブていうもんご存知でしょ。竹がたくさん何してね、つまり竹がこうたくさん何してるとこ、風が吹いたら揺れるでしょ、動くでしょ。そういうヤブ医者っていうのは、まあ下手な医者ということなんですけど、重い病気の時にはそういう先生を呼びやありません。危ないですからな。でもまあ風邪ぐらいなら命に別条もなかろうということで、あの先生にちょっと見てもらおうかっちゅうことで、そんな先生でも呼びに行くわけです。そやから風邪の時だけ動くようなことになる、風邪で動くのでヤブ医者だということが、まあ一番大きい説やそうですね。面白いもんですね。本当かどうか知りませんよ、話家の言うことですからね。でもヤブ医者と言われたらまだ立派な一人前やという人もあります。タケノコ医者っちゅうのあるそうですね。それはこれから大きくなってヤブになろうというやつですからな。スズメ医者っちゅうのはこれからヤブへ飛んでいこうとしますから。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。